どうもです。今回は、相棒が夏風邪こじらせたので、久しぶりに一人で実況します。ちなみに、今回は南鍵屋スタートです。さて、本日のメイン列車の入線です。メイン列車風ですが、朝に運転されるのは平日のみ、急行の知多半田駅に乗車してみたいと思います。南鍵屋発車です。早速、途中までの全面展望をどうぞ。さて、今回南鍵屋スタートにした理由でも説明しますか。実はこの日、部活があると思って、高校の最寄り駅、南鍵屋まで行ったら、部活がなかったんです。南鍵屋についてから気づいたもので、竹豊に戻ろうとしたら、次がこの電車だったので、行ける。と思い、乗車したんです。さて、実はこの時間帯、南鍵屋を発車する電車に特殊な共通点があります。とりあえず、こちらをご覧ください。ほとんど全部、北半田駅じゃねえかよーい。そうだよ。名鉄よ。ふざけんな！なんでこんな現象になるのかというと、この時間、鏡ヶ原線経由の電車と、宿見発の電車が同じような時間に北半田駅として運転しているんです。さらに通常の金山発の電車も重なり、このようなダイヤになったんです。ちなみに今乗車しているこの子は鏡ヶ原線経由の方です。南鍵屋から北半田なんてほんの10分程度。住吉町から知多半田1番線に入線する様子をどうぞ。急行が知多半田1番線に入るなんて、あとは深夜の最終くらいなもんじゃないでしょうかね。北半田到着です。この電車はこの後どうなるのかというと、そのまま普通港湾駅として運転されます。先行する特急宇都宮行きが発車すると、この電車も出発していきます。知多半田からではありますが、港湾線内を6両で運転する普通というのも、1日に数本しかないので、なかなか珍しいのではないでしょうかね。
さてさて、次のチタハンダ止まりも、少し観察してみましょう。続いては、弥富市発の電車です。こちらも、6両で、普通として運転されてきました。実はこの電車、ここは、船内を6時台に運転される、弥富行き普通、知多半田から快速急行、の、折り返し運用です。そしてこの後は、集落園駅の誘致線に入ります。知多半島に住んでいる方なら、必ず見たことがあるはずです。今、名古屋方面に入ってきたこの6000系、実は、まで、回送として運転されてきた電車です。今の時間は9時49分。通常なら、知多半田市発の金山駅、普通が1番線から発車する時間ですが、今は回送が停車しているので、3番線に優先させたんです。先ほど説明をした通り、集落園まで回送されていきます。発車シーンをどうぞ。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。